朝から満員電車でした。そう、満員電車でもまれた。朝の電車はやばいからね。本当にきつかった、本当にきつかった、もう苦しかった。なんか隣のね人とかにもぶつかっちゃうから、満員電車本当にきつかった。もう体がもう体が何もきつ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 だった。もうきつきつ、ゆるゆるより好きだって。いやいや、ゆるゆるって何、スカスカの方がよくない？きつきつ、本当にきつかったもん。経験を積めば慣れるよ。だってもうこんなんやで、もうこんなん、もうこんなん、こんなん、もう前からも横からも下からも、下じゃない、もう押されまくり、もうきつきつよ。もう体がもう半分なくなった、体が半分なくなったぐらいきつきつ。だって10分も体がこうされてるんだよ。どうも、もう体半分なくなるってくらいきつきつ。好きやな。好きじゃないよ全然。隣の人は10分の幸せな時間じゃないですか。だって、あ、そういうこと？そうなのかな。きつまん、きつまん、満員電車のこときつまんっていう、新しいね。私声でかいらしい、知らんかった。早くグラビアやって、俺たちの、危な、間違えた、普通に。グラビアみんな待ってないって。待ってないよ誰も、需要ないもんね。最初は嫌いだった、でも今はめっちゃ大好きだって。最初嫌いだった？え、待って、あ、そういうこと。ちょっと待って、配信してた、ごめんね。あ、全然、イエーイ。私映っていい？あ、いいよ、高校、イエーイ、イエーイ。高校とか言って、お疲れ様です。すいません、ちょっと、ごめんなさいね。え、待って、もう50分になっちゃった。